儲けないことには始まらねってやつで。この番組はマスコミが報道しない自由を行使する姿をからかいつつ、彼らが報道しない情報を皆さんとシェアをすることで日本の正常化を目指しております。宮脇チャンネルカッコカリ、ドドーンと始まります。まず1月3日の夕方に熊本の方面で震度6弱の大きな地震がありました。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。そして大きな地震が起こった後、残念ながら余震を警戒しなければなりません。現時点での報道によれば各種のインフラが残っているということなんで、ひとまず安心しておりますが、また何が起こるかわからないのも自然災害です。その時文字通りのライフラインになるのがこちら、魔除けではなくスマートフォンなり携帯電話なり、こちらが文字通りの命綱になることがあります。しかし残念ながらこちらのバッテリーというものには限界があります。そこで私がお勧めしているのがこちら、機種は問いません、ノートパソコン。こちらを充電しておけば USB ケーブルを使ってこのスマホに電源を供給する大きなバッテリー、まあ電池になりますので、もしお手元にノートパソコンがあれば充電しておくことをお勧めします。あとは水です。まあ飲み水はもちろんながら、お風呂のお水が残っていれば可能な限り取っておくと、これはその後おトイレに使ったりとか各種洗い物とかに使ったりすることもできるんで、可能な限り残しておくことをお勧めします。そしておトイレといえば、最近ピッと押してジャーッと流れるトイレとか増えちゃっていて、これはあの北海道胆振地震の時にも困ったという声が私のところに届いたんですが、こちらも電気が通じなくなっちゃうと使えなくなることがあります。そんな時は本体の方にこうレバーがあるタイプのおトイレって多いんで、それ探してレバー引くと少なくともタンクに溜まっている水の分は流れる仕組みになっているものが多いので、これもですね、多少の余裕があるときに確認しておくことをお勧めします。いずれにしろご自愛くださいませ。さて、この年末年始も YouTube では名前も言ってはいけないというよりも韓国です。韓国の例のロックオンレーダー、こちらがですね、2点、3点、4点、5点と展開を迎えております。さらには、韓国側の方は新証拠として VTR を制作中。何を作ってるのかわかりませんが、まあ、作ってるとのことです。一説によると、その制作中の VTR には、我らが自衛隊の P1 哨戒機が映っていないとか、一体どんな証拠が出てくるのかわかりませんし、また、1月3日の韓国側の発表によれば、レーダー当ててないって言ってたんだけど、この目視で確認するとレーダーも自動的についてっちゃうんで、レーダーはやっぱ動いてましたとかね、話がもう2点3点4点5点。ただですね、日本の正常化を目指す我々にとって事実というものは何よりも重いのでね、韓国の方から新しい証拠、事実が出ることを期待して、しばらく、いや1日ぐらいは様子を見ようと思います。そこで今回取り上げるのが平成最後の紀伊国屋騒動。紀伊国屋といえば江戸の元禄の時代、荒波乗り越えて和歌山からね、危険を冒して江戸にみかんを運んできた。これによってボーッとカーンと財を成した紀伊国屋文左衛門の話。まあこれは後の世で盛られた話という説も有力ではあるんですが、まあまあ商売というのはね、木を見て瓶に、儲けないことには始まらねってやつで。そんなビジネスチャンスを見つけたのが平成最後の1月1日紀伊国屋新宿店、あの出版と本屋やってる紀伊国屋さんです。ちなみにこの紀伊国屋さんと、あの紀文の紀伊国屋文左衛門とは全く関係ないそうです。本屋さんの紀伊国屋の方は紀州藩のなんかお身内だったらしく、そこで屋号としていただいたとかとウィキペディア情報。それでは平成最後の紀伊国屋騒動とはどんなことか。いや今年もね、こんな人たちが絶好調というお話です。2019年の1月1日、いわゆる元日の13時47分、紀伊国屋書店の新宿店がこんなツイートをします。明けましておめでとうございます。本日百田直樹先生、有本香里先生にご来店いただき、日本国旗及び日本国旗の副読本にサインを入れていただきました。元旦からありがとうございます。そしてサイン本は2階にあるよー。まあ宣伝ツイートというか、まあご紹介ご案内のツイートをしたところ、
こんな人たちネット民がざわわ。ネットで不買運動を呼びかけております。しかしサイン本というのはファンにとっては垂涎の的。私なんかもこの西村晃祐先生の方にねサインいただきまして大切に大切にしております。そして著者にとっても出版社にとっても何より本屋さんにとったらこれ以上ない販促ツール、販売促進のためのツールになるんですよ。本屋さんだって商売です。儲かんなきゃやってらんないんですよ。ところがこんな人たちはまともな書店員ならこんなリスキーな本扱わねえぜとか、百田のインチキ本とかね、まあ、口汚く攻撃を仕掛けておりました。そこに弁護士の太田恵子さん、まあ、人権派というんですかね、護憲派というんですかね、まあ、この方が絡みついてきて、もう私は紀伊国屋書店では本買わないとかねツイートされておりました。さらに IWJ とかの代表で年から年中寄付してとかカンパしてとかっていうツイートが届くんで、てっきりクジラ団体のね自然保護団体か何かかなと思っていたら、どうもかつてフジテレビの特ダネでコメンテーターを務められていたジャーナリストの岩上康美さん、この方もこんなツイートをしておりました。残念ながらこれではもう紀伊国屋に行けない、買えない、東京の出版文化の象徴よ、さようなら。池袋純駆動はどうだろう、まさかこんなバカな本の売り方をしていないだろうなぁと釘。純駆動の品揃えは以前から紀伊国屋書店を圧倒的に凌駕していた。健全なまま健在であることを望む。だってそんな岩上康美さんの魂の叫びが届いたのでしょうか。届きませんでした。先ほどのこんな本買わないとか言ってた太田恵子弁護士、この弁護士のツイートに対してこの著者の百田直樹さんがリツイートしております。ちなみにこのサイン本は紀伊国屋書店だけではなく純駆動、三省堂、丸善、文京堂、ブックファースト、朝日屋、その他10社の10店舗の10以上のチェーン店で作りましたとさ。太田弁護士はそれらの全てのチェーンで不買運動をなされるんですかみたいな、ざっくり言うとみたいなツイートをされておりました。岩上康美さん残念。繰り返しになりますが、サイン本というのはその読者にとってみたらお宝ですし、本屋さんにとったら最高の販促ツールなんで、それを置かないっていうのはおかしな話ですし、どんな本を置こうが本屋さんの自由でしょう。もちろんその上でお客さんには行く行かない行かない自由というのがあります。例えば私なんかラーメン大好きなんですが、黒いタオルで頭巻いちゃって黒い T シャツ着てこうね腕組みしてたりとかする、こういう写真飾ってあるところは基本的に行きません。まあ、単純に好みの話なんですが、とある、まあ、そういうね風貌のラーメン屋さんに入った時に、まあ、食券で券を買ってから食べ終わって店出るまでだいたい20分25分ぐらいあったんですが、多分長渕剛さんだと思われる歌手が熱唱する反戦歌、戦争反対みたいな歌をね30分ぐらい、でも実際には25分ぐらいしかいないんですが、その間ずーっと流れてるんですよ。もうそのトラウマから、まあ、黒タオル、腕組み T シャツはちょっと遠慮してますね。また別の店では尾崎豊さんのライブ CD が流れていて、ドライビングオールナイトだったかな、メンスすりながら自由になりたくないかーいって呼びかけられても面伸びちゃうし。もちろん長渕剛さんなり尾崎豊さんが大好きでラーメンすすってる時もその音楽を聴きたいという人たちはそのお店に行くことでしょうし、百田直樹さんが大好きで百田直樹さんのサイン本、そして有本香里さんのサイン本が欲しいという方たちはそれを目当てに紀伊国屋なり純駆動に行ったりするわけですよ。それはお客さんの自由で、もちろん太田恵子弁護士や岩上康美さんが紀伊国屋行かない、純駆動行かないというのはそれもまた自由。だからふと思い出してしまうのが、昨年2018年の秋、身長45の騒動が起こった時に和歌山のプラグという小さな書店、まあ、書店って紹介されてるんですが、ネットで調べた限り、まあ、セレクトショップというか雑貨屋というか古本屋というか、まあでも小さな書店、こちらが身長45、まあ、身長置かないよと、まあ、宣言しました。これに対して賛否の声ありましたが、いわゆるこんな人たちというのはどんな本を置くか本屋の自由なんだよ、よくやったパチパチパチみたいなことをやってたんですね。でこんなことをやってた、それを喜んでいたこんな人たちが今紀伊国屋に対してこんな本を置くなーって騒いでいる。だからやっぱり経済評論家の常念司さんのあの言葉が平成最後の平成31年も頭の中をぐるんぐるんと駆け巡るのです。リベラルのガブザブザブ、気持ち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 気持
そしてこんな人たちのとても面白いところは、もうね、ケノ国屋じゃ本買わねえ、純駆動でも買わねえ、買わねえなんつってね、大騒ぎされてんですよ。ただそもそも論で、これはね、口の悪いネット民が言ってるんですよ。口の悪いネット民はこんなこと言うんですよ。こいつらな、きっと本読まずに批判してんだよ。まあね、その可能性もなきにしもあらずかなと思うのは、この日本国旗、批判されるのは構わないんですが、具体的な箇所を持って、例えばそれが一部の誤字とか脱字とか、一部の事実誤認とかはともかく、この全体を通してのこの論旨についての批判というものをあまり見ないというより、ほぼほぼ見ないで、これは経験則ながら、大きな声で批判する人って全部読んでなかったりするんですね。で、さらにですよ、さらに口の悪いネット民はこんなこと言うんですよ。これ批判してるやつ、日本語読めないんじゃないの。だってもうやねえ、ネット民って。百田直樹先生のこの日本国旗、並びに有本香織さんとの共著になる日本国旗の副読本、これを批判する人たちが本を読んでいない可能性はともかく、日本語がね、不自由という可能性もなきにしもあらずながら、とてもこんな人たちが面白いなと思うのが、これもうね、だから紀伊国屋じゃ買わないとか、純駆動じゃ買わないとかって大騒ぎしていて、もうこれからはね、アマゾンだ買ってやるっつってね、大騒ぎしてる人がいるんですよ。ただね、アマゾンでこちらの日本国旗、記録を作るほど1位、大売れに売れ、この副読本も1位、売れに売れているんです。そしてこんな言葉が正月早々頭をぐるんぐるんと回りました。リベラルのくるくるが面白いんだよ。そしてこの正月早々、こんな人たちのくるくる具合が何かこうね、エンジンをかけてしまったのか、こちらの日本国旗、アマゾンで1位返り咲きました。そしてこちらの副読本も上位にしっかりと食い込んでおります。今年もやっぱりこんな人たちが騒げば騒ぐほど、ディスればディスるほど、買うなよ買うなよって叫べば叫ぶほど売れてしまう。つまりは逆進、逆神、彼らの反対の結果になるというこの伝説は、2019年平成31年の今年も生き続けているようです。いずれにせよ、本屋さんはどんどん売れる本を売ってください。売ってね、儲けてください。本屋さんも商売です。儲かんないことにはね、商売続けられないんで、どんどん儲けてください、どんどん儲けてください。今ここら辺が売れてます。そして大儲けしたら、その一部でもいいんで、書店さんなりその本屋さんが、この本は面白いよ、これはおすすめだよという本をぜひ紹介してください。かつて本屋大賞は、白い犬のワルツとか、ひっそりとながら、大手の商業ベースに乗らないけど、この本いいよという紹介する、そういうところから始まった賞のはず。本をそのものを、多様な価値観を提供せずに、本屋に置くなとかいうのは、多様な言論の正反対にいる行動。むしろ売れる本をどんどん売って、その隙間にね、自分たちのおすすめする本を紹介してください。それが日本の、我が国の多様な言論、そして多様な価値観を守ると私は信じております。価値観の違いに触れること、それもまた言論を豊かにしてくれると私は信じております。なんで皆さん大好き、テレビ朝日社員、玉川徹さん、彼が番組の中で何度も紹介しているこのホモデウス、こちら現在読み進めております。正月スペシャルでも紹介しましたが、これらの本が売れていることによって、こちら側にいたこんな人たちがトコトコトコってやってくる可能性がとても強まっております。いよいよもって日本の正常化が加速してくれるかなと期待する今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。まだの機会もお付き合いいただければ幸いです。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。ストップ。待て。第一。よし。
心臓完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが撃ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。